それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はごっこ遊びの方が行われました。例年ですと保護者の方をもこう来ていただいて一緒に活動をしていただくことになっているんですが、今年度は園児と職員のみで行うことになりました。今年のテーマはハッピー祭りということで、幼稚園全体というか年長さんの方でお祭りをこう表現してくれました。ホールの方、それから各お部屋の方のブースに分かれて、あの子どもたち、年少さんや2歳児さん、年中さんが楽しめるこうなんていうんですかね、活動をしてくれたんですね。その中での出来事だったんですが、最初はやはり年長さんもどうやっていいのかわからない、どうやっておもてなしをすればいいのかわからないっていうふうな感じで、なかなか言葉がけとかもできることがなかったんですが、こう2回3回ってやる中ですごく言葉がたくさん出てきたんです。例えば階段上がる時にも小さい子に対して気をつけて上がってねとか、よく下を見て歩いてねとかっていうことがあったりとか、タンポポの部屋はあの普段は履いているシューズを脱いで上がる部屋なんですが、ここはお靴を脱いで上がってくださいねとか、ちょっとしたことなのかもしれませんけれども、なんかすごい子どもたちのそういう声かけとかが、ああ年長さんやっぱり成長してるんだなっていうふうに感じました。またこうゲーム感覚で輪投げなどもあったんですが、小さい子はなかなかこう投げるっていうことも難しいんですよね。そうすると手を持ってこうやって投げるんだよって教えてあげたりとか、あとなかなか投げても入らないと、うん、じゃあちょっとねもうちょっと前行っていいよとか、輪投げの台をずっと押してくれたりとかして、いいなって思ってすごく楽しみました。私もなんかちょっと普段もうちょっと声ねちょっとだけ高めなんですが、今日はほら人数確認して人数って迷子になっちゃったら大変だからねなんて言いながら、こう子どもたちと一緒に笑ってすごい楽しい一日を過ごすことができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。